アルトゥル飛行場は、かつて、大韓民国チェジュ特別自治道ソギポシ大西遊に、所在していた飛行場。飛行場が所在していた、室浦周辺は、もともとは、チェジュ島民の農場、牧草地であったが、日本による統治が始まると、同地が、チェジュ島内において、最も明けた、平坦な土地であったことから、日本朝鮮軍により飛行場及び関連施設が、建設された。 日中戦争が開始されると拡張工事が行われ、長崎県に所在していた大村海軍航空隊に代わり、より近い距離から南京をはじめとした中国本土に土曜爆撃を行うための基地として用いられた。太平洋戦争勃発後は、チェジュ島周辺に関連施設が整備され、大戦末期には、ケツ7号作戦が承認されるとこれら施設を連結する地下号が構築された。 これらの構築には、室裏の住民が強制徴用された。太平洋戦争終結後は、アメリカ軍に接収され、朝鮮戦争時には、K-40 チェジュ第2空軍基地として、アメリカ空軍は使用した。朝鮮戦争を休止後は韓国に返還され、大韓民国空軍の所管となる。2006年11月29日、周辺の延泰号など周辺軍事施設が、 近代登録文化財に登録されたが、滑走路は空軍の反対により登録から除外された。地下号の一例延滞号の一例現状は飛行場としては使用されていないが、非常時には臨時滑走路として使用することとなっている。周辺の延滞号は農具置き場などとして利用されている。ソギポッシは飛行場をダークツーリズム目的で活用することを検討しており、2000年代に 観光客誘致のため周辺の道路を舗装した。市は飛行場周辺を平和公園として整備することを計画しているが、土地の所有権を空軍から市に移転させる必要があるため、計画は難航している。飛行場が南京への空襲の拠点として用いられていたため、2014年から毎年、南京事件のあった12月13日に追悼式典が行われている。 ありがとうございます。